そうか、わかった。では頼む。兄貴、まだ起きてたのか。ああ。ライリーエンターテインメント社の社長、ジャン・ライリー氏だが、予定通り来月頭に最終視察に来るそうだ。ようやくここまでこぎつけたな。もう決まったも同然だろう。そうだな。しかし寂しくなるな。は？こうするしかなかったのは分かっている。だが、今あるアトラクションを壊さないままお客さんを集める方法、他にもいっぱい考えてきたの。だから、もしかすると理想の形に向けてまだやりようがあったのかもしれない。すまないな、翔介。お前も。今更それはなしだろ、兄貴。その時その時で俺たちは最善の選択をしてきた。後悔はないはずだろ。ああ、そうだな。あれ？二人ともまだ起きてたの？日向。なんだか元気ないみたいだけど大丈夫？ああ、大丈夫だ。もう休む。翔介もあまり無理をするんじゃないぞ。ああ、兄貴もな。これより作戦会議を始める。アイアイサー、アイアイサー。では作戦参謀、前へ。僕の作戦に抜かりはないよ。期待してくれたまえ。いや、何なのこのテンション。今日するのって例の方針転換をどうするかって話し合いでしょ。僕もそう聞いたよ。みんながどうするつもりなのかぜひ聞きたいわ。私も三角聞きたいわ。それじゃあまずは前提から話していこうか。まずフェニックスワンダーランドは以前から慢性的に集客率が落ちている状態にある。それを改善するため、家族向けのアトラクションを若者向けのものへ改装する手段を取ったみたいだけど。それでいくつかのアトラクションがなくなって、若者向けのフェニックスコースターが作られたわけだな。そして今また新アトラクションのためにトランポリンドームやお魚コースターといった子供向けのアトラクションが取り壊される危機にあると。しかし、これらの改装を行ってもまだ集客率は完全な上向き状態にはなっていない。現状、すぐに経営に影響があるわけではないようだけど、このまま行くと数年後には赤字になると見込まれているようだ。それでライリーエンターテインメント社と提携するってことになってるわけ？ああ、若者に人気な海外の IP キャラを使ったアミューズメント総合施設にして、より多くの若年層を取り込もうとしているわけだね。ふむふむ。もし提携が成立した場合、さらに顕著に若者向けの総合アミューズメント施設になっていくだろう。そうなると、 M のおじいさんが目指してたみんなが笑顔になれる場所からは離れちゃうんだよね。うん。フェニックスワンダーランドをずっと残すためには変えていかなくちゃいけないこともあるのはわかるの。でも、もしまだどっちも叶えられる可能性が残されてるなら、ちゃんと全部やりきりたい。Mちゃん。つまり
老若男女全ての人が笑顔になれる場所というフェニックスワンダーランドのコンセプトを経営陣に思い出させる必要がある。だがそれだけでなく、今の経営方針に沿った集客方法を見つける必要があるということだな。しかし、ただ言葉にして提示しただけだと説得力に欠けるかもしれない。じゃあ実際にその方法で集客できるってことを見せなきゃいけないってこと？うん、そうなるね。経営問題がどうにかなる目処が立たなければ、M 君のお兄さんの考えはまず変わらないだろうから。それってとっても難しそう。うん、お兄ちゃんたちもいろいろ試してみてダメだったみたいだから。そうだね、難しい問題だと思う。だけど僕たちにもできることはあるよ。本当に？それってどうなの？もちろん、ショーをやるのさ。ショーを？ああ、すべてのショーステージ、すべてのアトラクションを巻き込んだショーをね。まず、みんなにはこれを読んでもらおうか。これは素晴らしいアイディアだな。ショーの内容はストレートだが、王道は心を打つからこそ王道。このショーならば老若男女、 M の兄たちも含め全ての人が笑顔になってくれることだろう。本当に全てのアトラクションを巻き込むなんて。でもこのプラン通りになるならお客さんもきっと。すごく面白そう。やってみたい。私もやりたいです。みんなに喜んでもらえて光栄だよ。だけどこれを上演するにはかなりの人数が必要なんじゃないかい？そうだな、一人で複数人を演じたり、ルイのロボットを使ったりしたとしても限界がある。そうね、どうすればいいのかしら。もちろんそれについても考えているよ。ズバリこのショーではフェニックスワンダーランドにいる全てのキャストとスタッフを巻き込もうと思ってるんだ。このショーはフェニックスワンダーランドがどんな場所なのかというコンセプトを思い出してもらう必要があるんだ。それに全てのスタッフを巻き込んだ前代未聞のショーとして話題性も作れる。でもみんな手伝ってくれるかな。他のステージでもショーはやってるし、みんな仕事があるし。正直手伝ってもらうのは相当難しいだろう。このショー自体かなり突拍子もない話だしね。でも他のキャストやスタッフの協力がなければこのショーは上演できない。だからみんなで参加してもらえるように一つ一つステージを回ってお願いしていこう。そうだな、手分けして呼びかけていくぞ。あとはこのショーをいつやるかだけど。それについては猿筋から情報をもらった。来月の頭、ちょうどショーコンテストの最終日に M 君のお兄さんが提携先の人間と一緒に視察に来るらしい。その時にショーをやろうと思う。ショーコンテストの最終日に。なるほど、連中の仕掛けたショーコンテストに自ら乗った上で俺たちのショーを見せてやるということか。悪くないな。だがその場合。司くん、どうしたの？あ、もしかして司くん、ショーコンテストの優勝のこと？
いや、それは気にするな。まあ、せっかくここまで頑張ってきたからな。優勝を逃すのが残念でないと言ったら嘘になるが。今は、それよりも大事なことがある！司くん。気にするなと言っただろう。それより、ここから前代未聞の一大ショーが始まるんだ。今まで誰も見たことがない、夢のように素晴らしいショーを作るぞ。うん。しかし、できればもう一手打っておきたいところではあるね。話題性を狙うにしろ、もう少し大勢の人にアピールしておきたい。ショーコンテストを見に来る人が多いだろうけれど、それは経営陣も見込んでいる数値だろうからね。確かにな。 M の兄たちの想定以上に集客するため、もう少し何かしらの策を講じておくべきか。だけど具体的にどうすればいいんだろう。あ、ねえねえルイ君。ん？なんだい M 君。私ね、前からいっぱいお客さんが来てくれるようにいろいろ考えてて、思いついたのをノートに書いてたの。これなんだけど。あ、あった！このアイデア、ショーに入れられないかな。きっとすっごく綺麗で、みんな来たくなっちゃうと思うんだ。これは…M 君の夢が本当に奇跡を起こすかもしれないね。一言で言うならば、フェニックスワンダーランドに笑顔の魔法をかけるのさ。よし、ショーの方針は決まったな。次は他のショーステージのみんなに協力してもらうんだよね。でも、ショーコンテストのこともあるし、本当に協力してもらえるのかな。そうだね。現実的には難しいだろうと思う。みんな、コンテストのために頑張ってきたステージがほとんどだしね。優勝を目指してきたステージは特に、最終日を前にコンテストを投げ出すことはしたくないだろう。無理なのは承知の上だ。まずは行動あるのみ。行くぞ、お前たち。ですが、このショーをやって集客率を上げることができれば、ここは取り壊されずに済むかもしれません。ですから。この案に少しでも可能性を感じていただけるなら、どうか協力してくれませんか。M、
ヌイ、そっちはどうだ？ダメだったよ。司くんたちの方は？4つ言ったが、全滅だ。そうか。予想はしていたけれど、やはり難しいね。やっぱり、無理なのかな？いや、まだわからん。全部のステージとアトラクションに声をかけるぞ。うん、じゃあ次は。あそこか。本来ならもう少し協力者を増やしてから行きたいところだったかな。仕方あるまい。行くぞ。頼もう。それ、道場に入るときの掛け声でしょ。ああ、そっか。私も言いそうになっちゃった。元気なのはいいことだけどね。こんにちは、フェニックスステージの皆さん。あら、やっと来たのね、ワンダーランズショータイムの皆さん。その声は清流院桜子。ごきげんよう。お久しぶりね。待っていたわよ。ふん、クリスマスショー以来だな、清流院桜子。うん、それより待っていたというのはどういうことだ、清流院桜子。あなた、いちいちフルネームで読むのやめてくださらない？まあ、私の名前は情緒あふれる名前ですし、呼びたくなる気持ちはとってもよくわかるけれど。で、待っていたってどういうこと？あなたたち、フェニックスワンダーランドすべてを巻き込んだ大掛かりなショーをやろうとしているんですって。あ、どこでその話を？偶然他のショーステージを見に行っているときにあなたたちの話を聞いたのよ。あ、立ち聞きしてたの？偶然聞いたのよ。とにかくあなたたちがやろうとしていることは見過ごせないわ。集客率を上げるためとはいえ、経営陣に逆らった上、せっかく集客を見込めるショーコンテストを台無しにするなんて、一体何を考えているの？それは無茶なことをやろうとしてるっていうのは分かってます。今まで以上にお客さんをいっぱい呼ぶなら海外の会社と提携した方がいいかもしれないってことも。でもそれじゃ、今までフェニックスワンダーランドを好きで大切に思ってた人たちを悲しませちゃう。若い人たちだけじゃなくって、みんなを笑顔にするのがフェニックスワンダーランドなの。だからたくさんお客さんを呼ぶこともみんなを笑顔にすることも諦めたくないんです。両方諦めないで済む方法がまだあるかもしれないなら最後までやりきりたいんです。感情論を聞かされて私がイエスと言うと思う？それにあなたたちもコンテスト優勝を目指していたんでしょ？ミスミスチャンスを逃してもいいの？それは、あ、もしかして司くん、ショーコンテストの優勝のこと？いや、それは気にするな。まあ、せっかくここまで頑張ってきたからな。優勝を逃すのが残念でないと言ったら嘘になるが。司くん、コンテストのためにいっぱい頑張ってたもんね。
無理。チャンスなぞ、また掴めばいい。え？確かに、優勝は俺たちの目標だった。この問題が発覚しなければ、今もコンテスト最終日に向けて賞を作っていただろう。だが、今はそれよりももっと大切なものがある。みんなの笑顔と、そのたくさんの笑顔を生み出し続けてきた、フェニックス・ワンダーランドの存続だ。フェニックス・ワンダーランドのキャストとして、この二つは必ず守らなければならない。そのために、コンテスト優勝を逃すくらい、惜しくはない。今は、最も大切なもののために動くべきだろう。司くん、清流院桜子、お前にも、この思いはきっとわかるはずだ。フェニックスステージのスターたるお前ならばな。声がうるさいだけのあなたと同類にされることは遠慮したいわね。なんだと？けれど、その気持ち、わからなくもないわ。本当に協力してほしいと思うなら、まずはプランの詳細を提示してちょうだい。やるかやらないか、考えるのはそれからよ。ん？ということは、僕らのプランを詳しく聞いてくれる、ということだね。清流院、いいやつ。それじゃあ、まずこれを読んでください。詳しい演出については、その後に話しましょう。わかったわ。こんなショー、本当にやるつもりなの？他のテーマパークでも見たことがない。成功すれば絶対話題にもなる。だけどそう簡単にうまくいくようなものじゃない。それなのにやってみたい気持ちが膨らんでくる。どうだい、清流院くん。返答が分かっているような顔をするのね。このプランは僕たちみんなの自信作だからね。お願いします。私たちと一緒にショーをやってください。私からもお願い。お願いします。あなた方に協力してもらえれば、このショーはきっと実現することができる。清流院、協力してはもらえないだろうか。どうか、頼む！私は、私、子供の頃から何度もここに遊びに来ていたの。ここのショーを見て、世の中にはこんなにも楽しいものがあるって初めて知ったわ。歌もダンスもまるで映画の中からそのまま抜け出てきたみたいに綺麗で、私もこんな風に歌って踊ってみたいと思った。特にレインボーステージというステージが好きで、そこのキャストとよく話をしていたわ。レインボーステージ？フェニックス・ワンダーランドに昔からあったステージだよ。私も大好きだったんだけど、最初の改装の時に亡くなっちゃったんだ。あ、経営方針が少しずつ変わって、若年層だけをターゲットにするようになってから、ずっと違和感を持っていたわ。だけど、言えなかった。フェニックスステージは新方針の改装計画に大きな恩恵を受けていたから。
でもある日気がついたの。ステージから客席を見た時に子供やご年配の方がほとんどいなくなっていることに。ああ、昔の私みたいな子はもう来れないんだって。清流院、今の方針は経営戦略として正しいのかもしれないわ。若者向けの遊園地にして集客率が上がればフェニックスワンダーランドは存続できる可能性がある。でもここはもっといろんな人たちが笑顔になれる場所だった。少なくとも私はそんなこの場所が好きだったの。だからみんなを笑顔にするフェニックスワンダーランドのまま生き残れる未来があるのなら、私はそれにかけたい。それじゃ、協力してくれるということか。私は、よ。フェニックスステージのみんながどうするかは、それぞれが決めることになるわ。みんなは、どう？決まればさらなるメンバーを増やしていかなければ。そうね、まずはさっきあなたたちが断られたステージにもう一度行きましょう。でも私は他のステージの事情にもそれなりに詳しいの。ここのショーキャストたちとはよく情報交換をしているから、説得の仕方を変えれば参加してもらえる可能性は十分あるわ。それに実力派のフェニックスステージが味方についてくれたと聞けば、もう少し話を聞いてくれそうだしね。そうか、それはありがたい。協力感謝する。そして改めてよろしく頼む、清流院。ええ、天馬さん、このショーを最高のショーにしましょう。たびたびすみません、どうかもう一度話を聞いてもらえないでしょうか。こんにちは、少しお話いいかしら。思えばレインボーステージが壊されるとき一番反対していたのがあなたでしたね。あの頃は私も無力で何もできなかったけど、今は違うと思いたいわ。この計画の先には理想の未来がある。どうかあなたたちの力を貸してほしいの。お願いします。同じフェニックスワンダーランドの一員としてもう一度話を聞いてくれませんか。全てのステージのキャストが集まるとこれほどの人数になるのか。ありがとう、清流院さん。清流院さんの力がなかったらこんなにうまくいかなかったと思う。どういたしまして。さて、それじゃあここからは司くんの出番だね。ワンダーランズショータイムの座長として
君がやるべきこと。わかるだろ？うん、確かにそうだな。いいか、お前らそこで見ていろ。この未来のスター天間司の真骨頂を。諸君、今日はこのワンダーステージによくぞ集まってくれた。心から感謝する。まずは自己紹介といこう。俺の名はアマ×ペガサスと書き天馬、世界を司ると書き司、その名も天間司、スターになるべく生まれた男。ちょっと、あれ大丈夫？みんなポカーンとしてるんだけど。さあ、どうだろうね。司くんだね。みんな、すでに話を聞いていることと思うが、今、このフェニックスワンダーランドはとてつもなく大きな転換点に立っている。存続を最優先とし、集客率を上げるため若者をターゲットとしたテーマパークになっていくか、それとも今までのように年齢性別を問わず全ての人が笑顔になれるテーマパークであり続けるか。存続のために戦略が必要なことはわかる。だがショーは万人を笑顔にするものだ。そこには年齢も性別も立場も関係ない。言葉の伝わらん宇宙人がやってきたって関係ない。少なくとも俺は俺のショーを見る全員を笑顔にしたい。そしてきっとここはそういう思いのもとに作られた場所なのだと思う。全ての人を笑顔にしたいという思いを持っていたからこそ、このフェニックスワンダーランドは愛されていたし、今までたくさんの人々が訪れてきていたのだと。ゆえに俺はこのショーをやる。そして証明するのだ。全ての人が笑顔になれる場所と集客率を上げることはどちらかしか選べないわけではないと。本当に全ての人が笑顔になれるショーをすれば、たくさんの人々がきっとこの場所を訪れてくれる。そのことさえ忘れなければ、このフェニックスワンダーランドは何度でも不死鳥のように蘇る。やっぱりここにいるみんなも同じ気持ちだったんだ。やっぱり間違いじゃなかった。この天間司、採用された暁には未来のスターとして素晴らしいショーをお届けすることをお約束いたします。素晴らしいショー？オーディション会場で司くんを見たとき、ビビビビビーンってきたのは間違いじゃなかったよ、おじいちゃん。日々フェニックスワンダーランドでみんなの笑顔のために働いている諸君の力があれば、きっと最高のショーができると俺は確信している。本番まで全力で駆け抜けていくぞ。
ここに集まってくれた人のほとんどは、少なからず私たちの考えに賛同して来てくれている。とはいえ、まだ参加を迷っている人や、この現状に戸惑っている人もいたはず。けど、今の演説を聞いて、みんなの顔つきが変わった。まさか、あの偉そうで変な役者が、みんなの心を一つにまとめ上げるなんて。なかなかやるじゃない。総合演出は、ワンダーステージより旅しろるい。歌唱とダンスの指導は、フェニックスステージより青龍院桜子が担当する。そして困ったら、この天松司に何でも聞いてくれ。それでは、練習スタートだ。ああ、この更衣室を抜けるルートで行けば可能だよ。前に実際に走ってみたから分かる。僕が作ったドローンを利用しようと思う。昔から作っていたからかなりの数があるんだ。ショーのために欲しくてね。あとはこんなのはどうだい？ストップ。ここは歌で初めて気づきを得るシーンなの。多少の説得力が何より大切。草薙さんのバックコーラスだからって気を抜かないで。あなたたちも主役のつもりで歌う気概を見せなさい。草薙さん、他のチームを見てくるわ。その子たちができるようになったら教えてちょうだい。こんなに知らない人だらけなのに、私がみんなに教えなきゃいけないなんて。ステージで歌うよりずっと緊張する。だけど、もうできること全部やらなくちゃ。分かったけど、うまく伝えられるかな。大丈夫、星野さんにだって教えられたし、きっと。これは多分自分の声で歌いきれてないから良くないだと思う。だからそのもっとストレートに、あなたの声で歌ってみた方がいい。あの調子なら大丈夫そうね。当然です、ネネは歌姫ですからね。ネネ頑張ってください。ネネロボは応援しています。このロボット、前にショーで見たけど、まさか喋るなんて。なんでできるか。できるのか。おお、今そっちに行くぞ。こんなにたくさんの人と踊れるなんて楽しいね。そうだな、これだけの人数がいるとやりがいがある。
待て、順番だ順番。これだけの大人数となると大変だな。いつもの何倍もの能力がかかる。だがいずれ世界に羽ばたくスターならば、これ以上の人間を相手にすることもあるだろう。よし、やってやろうではないか。よし、次はフィナーレで使われるアトラクションのチェックをしておかなければな。そういえば M、 肝心のあれは準備できているのか？うん、着ぐるみさんに聞いたらちょうどたくさん余ってたみたいだったからいっぱいもらってきちゃった。あとは中身よね。ルイ君とネネルボちゃんがビビビビビって改造してくれてるよ。そうか、楽しみだな。このフェニックスワンダーランド全体に魔法がかかる瞬間が。しかし M、 あんなアイディアをよく思いついたものだな。えへへ、すごいでしょ。あのね、私夕方があんまり好きじゃないんだ。ん？どういうことだ？楽しい一日が終わっちゃうって気がして。だから夜になってもキラキラ楽しいことがあればいいのにって思ってずーっと考えてたの。あれはね、その中の一個。そうか。いや、M らしいな。安心しろ、このショーが終わった夜はキラキラ楽しいどころか笑い声が鳴り止まない一夜になること間違いなしだ。何を今更言ってるんだ。俺はスターになる男だからな。このくらい当然だ。さあ行くぞ。まだまだやらなきゃならんことは盛りだくさんだからな。うん、本当はずっと不安だったんだ。おじいちゃんと約束したみんなが笑顔になれるフェニックスワンダーランドを守りたいっていうのは、私のわがままなんじゃないかなって。でも、みんなのおかげで同じ気持ちの人がいっぱいいてくれるって分かっちゃった。だから、絶対成功させるぞ！こら、M！ 騒いでないで、早く次のチームを手伝え。はーい！ありがとうございました。どうだ、完璧なフィナーレだっただろう。うん、本当にいいショーだった。みんなの頑張りが全て詰まったショーだったよ。明日の本番が楽しみだね。カイトさん、ミクもとっても感動したよ。ありがとう、ミクちゃん。あー、ミクも一緒に本番に出たい。ねえ、つかさくん、本番の日、リンたちも手伝っていいかな？手伝う？それは助かるが、何をするつもりなんだ？それは…えへへ、こういうのはどうかな？な！そんなことができるのか？いや、しかし、これは確かに…うまくタイミングを合わせればできるかもしれないね。挑戦してみるだけのインパクトはありそうだ。やったー！明日はリン
任せよね。ついに明日は本番だな。各自しっかりと休息を取るように。そうだね、万全の状態で挑めるようにしていこう。うん、ちゃんと明日に備えなくっちゃね。あのね、みんな本当にありがとう。別に M のためってだけじゃないよ。え？もちろん最初は M が困ってるなら助けたいって気持ちだったけど、清流院とか他のキャストやスタッフを見てたら分かったんだ。ここはずっとみんなを笑顔にできる場所で、少なくともここにいるみんなはそういう風にあってほしいって思ってるんだって。今は私もここをそういう場所にしたいって思うよ。そうだね、何よりここは僕たちを笑顔にしてくれた場所でもある。だからこそみんなを笑顔にする場所であり続けてほしいと僕も思うよ。ねねちゃん、るいくん、あ、でも司くんにはごめんなさい。ごめんなさいとは、なぜだ？司くん、ショーコンテストの優勝を目指してたのに、今回のせいでダメになっちゃったから。ああ、そのことか。前にも言っただろう？気にするなと。まあ、残念ではあるかな。そうだよね。本当に本当にごめんなさい。一言多いっていうか、なんていうか。正直なのはいいことなんだけどね。ああ、待て待て、M。残念ではあるが、構わんのだ。なぜなら、俺がスターに近づいているということに変わりはないからな。え？もちろん、コンテストに優勝して CM に出れば、スターとして俺の名は一躍有名になるだろうが、スターにとって大事なのはこの場所と同じみんなを笑顔にするという思いだ。その思いさえあれば遅かれ早かれ俺はスターになれる。だから気にするな。司くん。さすが僕たちの座長だね。いいこと言うじゃん。さて、今日も長らく練習してリハもやったからね、そろそろ帰って休んだ方がいい。うん、そうだね。明日は最高のショーにするぞ。ああ、よし、それでは解散。本日はようこそお越しくださいました、ミスターライリー。なあ、今日はよろしく。君たちの作り上げたパークを見れるなんてとても楽しみだよ。ありがとうございます。しかし日本語が堪能と伺っていましたが、本当にお上手ですね。日本にはプライベートでも仕事でも何度か来ていてね、楽之助。ああ、君たちのおじい様にも世話になったものだよ。そうだったんですね。そんなところにつながりがあったとは知りませんでした。それからご紹介いたします。こちらが大鳥グループ会長の大鳥幸之助です。はじめまして、ミスター。大鳥幸之助と申します。あなたが、とうとう王様から
お話は常々聞いていました。各界の有名なあなたと顔を合わせることができてとても光栄です。私もお会いできて光栄です。本日は当テーマパークを心ゆくまでご覧になってください。それではミスターライリー、こちらからご案内いたします。さあどうぞ。こちらの区画を中心に改装を加えていく予定です。メインのモニュメントの設置と公開は2年後になりますが、並行して以前お話しした短期的な施策を実行していきます。それくらいが妥当ではないかな。では次は小ステージに向かいましょう。本日は小コンテストの最終日のため、各ステージ気合の入ったショーを見ていただけるかと思います。特にフェニックスステージは当パーク内でも最高のステージです。きっと気に入っていただけるかと。それは楽しみだ。僕は昔からショーが好きでね、俳優を夢見ていた時期もあったんだよ。その夢は叶わなかったけれど、今はその時の経験を生かせているから。お、なんだこの音は。ハローエブリワン。皆様、本日は当フェニックスワンダーランドにお越しいただき誠にありがとうございます。そんな皆様のため、我々からのサプライズとして本日限りのスペシャルショーを上映いたします。おお、それはなかなか粋な計らいだね。まさかステージに赴く前にわざわざショーを見せてくれるなんて。はい。スペシャルショー、今日そんな予定があったか。そんな話は来てないな。部下に連絡を入れよう。この声の主をすぐに探し出せ。スピーカーから声がするということは調整室にいるはずだ。それでは当パーク全てをステージとしたスペシャルショーの開幕です。皆様、ネオフェニックス城前にお集まりください。このショーは一体。いやー、楽しみですね。私は開幕前のワクワクがたまらなく好きなんです。一体どんなショーをするつもりなんだ。ショーをご覧になる方ですね。ロボットが喋った。わお、これはすごいですね。 AI ロボットをスタッフとして使っているとは。そうなんです。ショーをご覧になる方はぜひこちらのブレスレットをつけてください。ブレスレット、プラスチック製のようだが、暗いところで光るやつか。中に何か入って。間もなく始まるようですね。なんだ。ガガナは偉大なる魔法使いマイルス。魔法で世界の果てまでをも輝かせる男だ。我ながらいい自己紹介だ。これでいつ名前を問われても大丈夫だな。こんなところで一体いつどんな人に名前を問われるんですか、お師匠。あれはエルミ。それにあいつらワンダーステージのやつらか。驚いた。一体いつの間にそこにいたんだ、シャオ。お師匠が笑い出す前からです。何度も言ってますけど、
急に笑い出すとびっくりするからやめてください。笑うのはいいことだぞ。シャオも子供らしく笑うという、そんな仏頂面ではいい魔法使いにはなれんぞ。私は子供じゃありません。もう12歳ですよ。それに私が仏頂面なのはお師匠がいつまでたっても魔法を教えてくれないからです。本当にお師匠は偉大な魔法使いなんですか？まだ一度も魔法を見せてくれたことないじゃないですか。すまんすまん。人生魔法を使うよりも楽しいことが多くてな。俺のモットーは楽しく生きる。いつでもそれが最優先だ。それじゃ魔法使いじゃなくてただの遊び人じゃないですか。だがついに魔法を見せてやれる時が来たようだ。え、本当ですか？ああ、この場所でな。そっか、すごい魔法を見せてくれるためにわざわざこの何もない焼け野原に来たんですね。それにしても本当に何もないですね、ここ。昔はたくさんの人たちが遊ぶ自然がいっぱいの町で、私もよく遊びに来てたんです。でも、あの大きな戦争のせいで。ほう、それは良くない。実に良くない。全く楽しくないな。シャオ、この場所で一番好きだったものは何だ？大きな木があったんです。一番上まで登ると城下町を全部見渡せて。ほうほう、ならばそれをちょちょいとアレンジして。えい、あれは魔法をかけた瞬間、観覧車からたくさんの光が。なんですか、あの大きな風車のようなものは。あれぞ俺が考えた、なんか高いところからいい景色が見える物みたいだ。すごい、お師匠は本当にすごい魔法使いだったんですね。私てっきり本当はただの変な人なのかと思ってました。最後の一言は余計だ。さて、魔法はこのように使う。とはいえ、ここまでの魔法を習得するには相当長い年月がかかるが、学んでみるか。はい、お願いします。おじさんたち、誰？わっ！あ、お師匠、あんなところに小さな女の子がいます。本当だな。近くの村に住んでいる子か？おじさんたち、この辺りで子馬を見なかった？子馬？私の大切な白いお馬のお友達なの。でも戦争の時にここで離れ離れになっちゃって、どこに行っちゃったんだろう。お母さんの言った通り、やっぱりもう子馬は。お師匠、これは、楽しくない。全く楽しくないな。やあお嬢ちゃん、実はおじさんたち子馬からお願いされていることがあってね。え？えい！このおもちゃのお馬さん、子馬に似てる？子馬はしばらく遠くに行っちゃうけど、その間お嬢ちゃんが寂しくないようにってさ。そっか。ねえおじさん、このお馬さんに乗ってみてもいい？
じろう。さあどうぞ。戦争で笑顔を失った人たちのために遊園地を作るといった賞ですか。そういえば創設者の楽之助も全く同じ理由でこの場所を作ったとおっしゃっていましたね。俺は天才だからな。だがコツさえつかめばシャオにもできるようになる。ん？また誰か来たようだな。今度はおじいさんのようですね。誰だあんたらは。村のそばで何をしてる。うわ、ちょっと怖そう。こんにちはおじいさん。私たちはここで魔法の練習をしている魔法使いです。魔法使い？悪いことは言わないからここらの村には入るんじゃないぞ。え？戦争でこの辺りをめちゃめちゃにされてから村の連中はピリピリしている。特によそ者には厳しい。なるほど。ご忠告ありがとうございます。ところでおじいさん、好きなものはありますか？はあ？あなたの喜ぶものをプレゼントしたいのです。何せ私は魔法使いですから。じゃあ汽車をくれ。月に一度港町まで行くのにあれに揺られて寝るのが好きだったんだ。まあ今となっちゃ線路もない焼け野原だ。こんな場所で汽車に乗るなど夢のような話だが。ははは、全くもって大丈夫です。さらに一回だけじゃつまらないので。おお、今度は園内を回るパークトレインですか。確かにあれは高齢者にも優しいアトラクションですね。園内に広がる線路が光に染まってまるで魔法の道のようだ。なんだこれは。こんな汽車見たことがないぞ。遠くまでは行けませんが、線路がぐるりと一周しているのでいつまでも汽車に揺られて眠ることができますよ。おかしなやつだなあんたは。だが悪い魔法使いではなさそうだ。ここからどうなっていくんでしょう。楽しみです。自慢のショーをお楽しみいただけているようで何よりです。似ている。まあ、全力で走れるどころかドラゴンのように空を駆け抜けられるようにしてやるぞ。えい！ふんふん。ではちょっと刺激的だが、心を動かしてもらうためにこういうものはどうかな。はあ？
おい、まだ調整室には入れないのか。ハッキングでもされてるのか。 M のやつ、このショーが終わったら覚悟しておけよ。ちょっと、ここにおかしな魔法使いが住み着いたというのは本当？あ、TT お嬢様だ。 TT？ いつもピーピーうるさいからPP お嬢様なの。昔は花のように笑ういい子だったんだがな、戦争が始まってから別人になってしまったみたいだ。お黙りなさい。あなたたちには分からないでしょうね。戦争で家がなくなって仮暮らしの日々、お母様は質素な生活に耐えきれずに寝込んでしまったわ。昔のように毎日お風呂に入ってシェフが作る至高のディナーを食べる生活に戻りたい。それはちょっと求めすぎなんじゃない？ははは、いいじゃないか。幸せの感じ方は人それぞれ。うん、そうなると単なる豪邸では物足りんの。いっそ巨大な城でも作ってみせようぞ。それ！これはネオフェニックス城がライトアップされて。おお、素晴らしい。さらに、はあ、花火まで。こんなにたくさんの花火、一体どうやって。ドローンだ。かなりの数のドローンがネオフェニックス城の周りを飛んで小型の花火を打ち上げてるぞ。すごい、私にふさわしい、とっても立派なお城ね。これでお母様の体調もきっと良くなるわ。本当にありがとう。それにしてもあなた相当名の知れた魔法使いでしょ？なんでこんな偏僻な場所でこんなものを作っているの？それはもちろん、その方が楽しいからだ。なあ、シャオ。私の修行のためじゃなかったんですか？ははは、そんなこともあったな。なーに、それは気長に行けばいい。お嬢さんもまた遊びに来るといいぞ。その方が俺たちも嬉しいからな。ええ、きっと。今度はお母様と一緒に来させていただくわ。こうして私とお師匠が野原に来てから長い時間が経ちました。野原にはいろんな人が集まってきて、そうするとお師匠が作ったものがどんどん増えていきました。それから私は大人になって、お師匠はちっちゃなおじいちゃんになりました。お師匠、お水はいりますか？いや、大丈夫だ。もう十分飲んだからな。お師匠、私、心配なんです。お師匠がいなくなったら、ここはどうなるんでしょうか？お師匠が今も魔法を使ってくれてるおかげで、ぐるぐる回る木馬も、空飛ぶ乗り物も、まだ元気です。でも、私だけじゃ、全部動かすことなんてできません。あんなにずっと、魔法を使えません。だから、行かないで、お師匠。ああ、シャオ、お前は
本当によく笑うようになった。え？弟子入りしたいと初めて俺のところに来た時はあまりの仏頂面でこんな子供がいるものかと思ったが、今では誰よりもよく笑い、周りも笑顔にさせることができる。俺の自慢の一番弟子だ。お師匠。いいか、シャオ。笑顔にはな、不思議な力がある。誰かが笑えば周りもつられて笑顔になり、そして不思議と前を向いて生きようとするエネルギーが湧いてくるのだ。それはまるで魔法のようにな。シャオ、もうお前なら分かっているはずだ。魔法が笑顔を生むんじゃない、笑顔から魔法の力が生まれるんだ。だからな、長い間たくさんの笑顔に囲まれたシャオはもう立派に魔法を使えるようになっているはずだ。いや、お前だけじゃない、みんな魔法使いなんだ。この場所にいるみんなが…な、フェニックスワンダーランド中の照明が一斉に…あ、お師匠、光が消えて、ぐるぐる回る木馬も空飛ぶ乗り物もみんな止まっちゃう。やだ、そんなのやだ。ここはお師匠がみんなのために作ってくれた大事な場所なのに。泣いてちゃダメだ。お師匠が言ってたことが本当なら私が、私たちが、みんな聞こえる？お願い、みんなの力を貸してほしいの。最後にお師匠は言ってた、ここにいるみんな、たくさんの笑顔に囲まれたみんなもお師匠と同じように魔法を使えるって。私一人じゃまだお師匠みたいに魔法を使えないかもしれなくて、だからみんなの力を貸してほしいの、笑顔の魔法の力を。これはブレスレットの中にセンサーを入れているのか。ショーの終盤、手を掲げると光がつくように。観客一人一人に光が灯っていく。まるで本当に笑顔が魔法をもたらしているようだ。すげえ。お師匠、私、やります。みんなの笑顔の力を借りて、みんなが笑顔になれるように。えい！ああ、
って何を見とれてるんだ俺は。おい急げ、ショーが終わったんだ。さっさとあいつらを撤収させて。こうしてショーたちの魔法はみんなを幸せにしたのでした。ん、この声は。めでたしめでたし。は、初音ミクって言いたいところだけど、実はまだ終わりじゃないよ。ええ、最後にパーッと行きましょう。みんな、ここからはもっと笑顔になる時間よ。みんなで一緒にニッコニコ笑顔になっちゃおう。へい。これは園内のアトラクションのライティングが一斉に切り替わった。ここからはみんなの笑顔の魔法の力で彩られたフェニックスワンダーランドのもう一つの顔、スマイルナイトタイムのスタートだよ。まだまだ夜は終わらないよ。イッツショータイム。今度は客たちが一斉にアトラクションに移動し始めたぞ。これは今までフェニックスワンダーランドはアトラクションが他のテーマパークに比べて少ないことから、ワンデーチケットの売れ行きが伸び悩んでいた。以前も日中だけではなく夜ならではの魅力を作るためライトアップ施策を行ってみたが、競合するテーマパークと差別化できずあまり効果はなかった。しかしこのショーによってライトアップが意味を持ち、夜のアトラクションがより魅力的に見えるようになった。確かにこの方法であればアトラクションに乗ってみたいという気持ちを引き起こさせるかもしれない。ここまで考えていたっていうのか。あのワンダーステージのキャストたちが。私だ。どうした。予約チケットが3ヶ月先まで完売しただと。平日のナイトチケットまで。フェニランがトレンド1位。あのショーのラストシーン SNS にアップされて1時間で数百万回以上視聴。はあ、まさかあのショーだけでそんなことになったのか。どうやらそのようだ。特に中高生の間で話題になっているらしい。そのせいで平日のナイトチケットまでは完売している。マジかよ。さて、まとめ惜しいけれどそろそろお別れの時間だ。またここで一緒に笑顔になろうね。皆様、本日はどうも。ありがとうございました。ブラーボー、ブラーボー。M、 M、 お前。お父さん、お兄ちゃん、その、私、ごめんなさい。でも私、諦めたくないの。みんなを笑顔にするフェニックスワンダーランドを、これからもずっと、残し続けていきたい。どんどんアトラクションが変わっちゃっても、ステージがなくなっちゃっても、
みんなを笑顔にするっていう思いだけは、ちゃんと残していきたいの。その思いが変わらなければきっと、お客さんも来てくれるから。だから。少々よろしいですか、ミスター・ライリー。私は本日のショーを見て素直にこう思いました。この場所から生まれるショーをもっと見てみたいとね。テーマパークすべてを使ったショー、確かに珍しいかもしれませんが、世界中を見渡せば今までなかったわけではない。それでもこんなに心を打たれたのは、ここにいる人たちの思いがあるからでしょう。すべてのキャストの目に意志の光があり、全員がお客さんを笑顔にしたいと純粋に願っている。そんな素晴らしいテーマパークは、作ろうと思ってもなかなか作れないものです。どうでしょうか、我が社のキャラクターでこのテーマパークを乗り換えてしまうよりも、我々もここの仲間に加えていただくというのは。それは一体。ただ純粋にこの場所から生まれる素晴らしいショーに、私の愛する子供たち、我が社のキャラクターが混ざっている未来を想像したのですよ。どうにも他の場所では見たことがない幸せな笑顔をしているような気がしてならないのです。ミスター・ライリー。もちろんライセンス料も最低限で構いません。どうですか。それはぜひよろしくお願いします。父さん、すまなかったな、ケイスケ、ショウスケ。え？私はこれまで市場を挟むべきではないと考えてきた。大鳥グループのすべてを預かる身として、個人的な思い入れがあったとしても、経営的に厳しい部分があれば、改革していくことはやむを得ないと、そう戒めてきた。だが、私にも一人の人間としての思いがあったようだ。思い？今こうしてこの場所が、かつて父さんが望んだままでいられることを、私は心から喜んでいる。父さん。ミスター・ライリー、多大なるご配慮に最大限の感謝を。これからどうぞよろしくお願いいたします。ええ、喜んで。おい M、 お前が勝手にショーをしたことを俺は許してないからな。けどまあ、とりあえずは許してやる。お前の夢のおかげで父さんや兄貴も喜んでいるからな。それさ、ショーは成功ということだね。まあ、私が力になったのだから当然ね。そっか。え？ちょっと何か黙ってんの？あんたのことだから、どうせ大声でウォーとか叫ぶんだと思ってわざわざ耳塞いでたんだけど。静音モードでしょうか？もしかして
ショーをやりきったからお疲れかい？ああ、いや、なんと言えばいいんだろうか。これだけの人が、俺の目に映るすべての人が笑っていて、なんと素晴らしい光景かと思ってな。うん、これってやっぱりとってもとってもワンダホーイだよね。いや、昨日はまさに絵に描いたような大成功だったな。 SNS でもまだ拡散してるみたいだし、これならお客さんたくさん増えそうだね。さすがにここまで全国的に話題になるとはちょっと思ってなかったね。やっぱり M 君が考えてくれた笑顔の魔法のおかげかな。ここに来るかもしれないの。なに？ M の兄たちがか？ああ、今まさに到着した。話に入っても問題ないだろうか？おや、まさかこんなすぐにまたお会いできるとは。何の用？まず感謝させてほしい。素晴らしいショーをしてくれて本当にありがとう。え？厳しい現実の前に理想を掲げても意味がないと、いつの間にかそう思い込んでしまったようだ。だが、君たちのおかげで思い出せた。理想があるからこそ、素晴らしいものはできるのだと。そんな君たちに、ぜひやってもらいたいことがある。やってもらいたいことですか？それって…ああ、フェニックスワンダーランドの宣伝大使だ。宣伝大使？今回のショーが話題になったことで、君たちワンダーランズショータイムの知名度が上がっている。それを生かした新しい施策だ。昨日のショーやワンダーステージでのショーも定期的に開催しつつ、君たちには外部で公演をしてもらい、フェニックスワンダーランドの名前をさらに広めてもらいたい。ま、本当ならショーコンテストで優勝したキャストを中心に新 CM を打つはずだったんだが、それも提携方針の見直しで流れたからな。その代わりにあちこち飛び回ってショーで新しい宣伝をしてほしいってことだ。ということは、これは俺たちの素晴らしいショーを全国に披露するチャンスというわけだな。その話引き受けた。ちょっと細かい内容聞かないで安請け合いするのやめた方がいいんじゃない？まあいいんじゃないかな。無論こちらも君たちのサポートを最大限していくつもりだ。ここのためにというのもあるが、フェニックスワンダーランドの可能性を思い出させてくれた君たちとさらにここを盛り上げていきたい。どうかよろしく頼む。そういうことだ。ま、よろしくな。では第1幕の閉幕、そして第2幕の開幕ということになるのかな。そうだね。とりあえず丸く収まったし、これからやることはまだまだあるし、そう思っていいんじゃない？よし、それではワンダーランズショータイム集合。はーい。
突撃しろとは言ってない。我々はこれよりこのワンダーステージを起点として宣伝大使の活動をスタートする。新しいことに挑戦するならば新しい苦難もあるだろう。だが俺たちの目的はただ一つ、俺たちのショーでみんなを笑顔にすることだ。この目的のために苦難を乗り越え突き進んでいこうじゃないか。というわけで M、 いつものやるぞ。いつもの？うん、あ、お兄ちゃんたちも一緒にやろう。私がこう言ったら。はあ？俺は絶対やらないからな。なるほど、面白そうだな。兄貴？じゃあ行くよ。みんな頑張ろう。ワンダホーイ。なんで翔介お兄ちゃんはやってくれないの？誰がやるか。なんだこのアホみたいな掛け声は。まるで子供の頃のようだな、翔介。ではワンダーランズショータイム、華麗なる第2幕のスタートだ。